どうもこんにちは、スカーズのティンと申します。シオリーモバイルチャンピオンシップインスタンファイナルでプレイしています。ステージ4では無事優勝して1位通過することができたんですが、まだ連携面だったり有利なポジションを取るといったチームでの動きっていうのがなかなかできていなかったので、そこがすごく課題でした。僕にとってシオリーモバイルの競技シーンは、嬉しいこと、悔しいこと、苦しいことを感じさせてくれる、僕にとってかけがえのないものだと思っています。世界中のチームやプレイヤーと、戦うっていうことは僕にとってかなり未知な部分もあるんですが、それと同時にとてもワクワクすることでもあります。僕の家族は、まだ初めの頃はコールオブデューティーをあまり知らなかったんですが、僕が大会で、成績を出していくと次第にコールオブデューティーのことを知ってもらえるようになりました。応援よろしくお願いします。